今回は、鳥になりたくて2階から飛び降りた、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは23歳。鳥になりたくて2階から空を飛んだ結果、ニートを続けてるうちに何もかも嫌になってさ、鳥になったつもりで2階の窓から飛んだらやっぱりワイは鳥じゃなかった。たまたま着地した場所が良くて、軽傷。親は心配すらしてくれない。体の心配より頭が心配だよ。なんで飛べると思った。妄想がひどいな。ずっと引きこもってるし、学生時代は今夢もあってさ、なんか毎日のように引きこもってずっと空を見てたら鳥が羨ましくなったんや。いつも同じくらいの時間帯に同じ方向に飛んでいく鳥がいてさ、ああ、ワイもついていきたい、と思って飛んだら落ちた。イカロスですら翼を持って飛んだのに。鳥は何も持ってないだろ。ワイもなんか飛べる気がした。病気だな、病院行け。何かの診断受けてない？マジで。特に何も。学生時代にうつの診断を受けたことはある。不登校だったから受けさせられただけで、結局大して薬も飲んでないし今は通ってない。窓から飛んだのに親は病院連れて行かないのか？血の頭の方のな。怪我してないのは丈夫やな。怪我はしてるし全身痛いけど骨折れたりとかはない。親は別に心配してないしふーんって感じの反応。多分もう、Y に興味がないんだと思われ。それはなんか悲しいな。不登校？はエッチのせいなのか。コミュ障こじらせてて嫌な奴だったとは自分でも思う。今埋められる側にも問題があるっていうしな。とにかく馴染めなかったし馴染む気もなかった。で、軽く嫌がらせされて不登校。マジで今埋められてる奴らみたいなことはされてない。その結果が鳥か。なんていうかなんかな。羽もついてないのに飛ぼうと思うなよ。いっそ、そのまま、の方が楽だったかもしれんな。丸抜きはなかったのか。ようわからん。何もかも気にせずに空を飛んだら楽しそうだなって思っただけやな。家にいてもつまらんし、将来にも希望が持てないしさ。働きたいとも思わない。Y みたいなクソニートはどうしたらええんや。大卒？高卒？中学のほとんど不登校で適当な高校に進学して、その後ニート。大学はもちろん行ってない。バイト経験もない。職歴なしニートや。よっぽど気持ちを入れ替えないとその状態から働けないかもしれないな。クソニート定期。まあ働きたくない気持ちはわかるがいつまでもそれだと困るやろ。じゃあどうするんだよ。窓から落ちても気にしない程度に親は Y に興味がないし、Y 自身が Y に興味がない。ただ毎日、ぼーっと5チャンネルを適当に徘徊して窓を見てるだけで1日が終わるよ。昔もそうかもしれんが今もきっと鬱のままなんだろうな。一度、外を散歩してみたら？鳥にはなれんかもしれんが外を歩いてるのも気持ちいいぞ。窓から外見てるよりは公園とかに行った方が有意義だよな。でも怪しまれそう？何歳？まだ23だけど体感は、もっと歳を取ってる感じがする。かなり長い間、こういう生活を続けてる感があるんだよな。なんか自分のことみたいだな。Y もそろそろなんとかしたいが何もできない今の生活が虚しい。そんなことごちゃごちゃ言ってる暇があったら働いてみろよ。意外となんとかなるかもしれん。20代前半だからな、実際なんとかなるやろ。あと5年、10年したら、なんともならんくなるぞ。一致のケースだと親にも問題があるように思う。ニートも完全に自分の正当親が関係してる2パターンあるからな。でも性格は自分の問題じゃね。なんか普通に廊下にいつも通り夕飯が置かれた。特に痛かったとか何してんのとか声かけもなしや。昔みたいに外に出ろみたいに怒られることもないんだよな。快適だけど、なんか虚しい。存在を忘れられてるみたいな感じがするよな。でも何をどうしろってんだよ。仮に働け外に出ろ動けって言われても、嫌だって言うんだろ。確かに、わがままな悩みやな。社畜はよりずっと良い暮らしをしてるくせに。太い親と暮らしてるんじゃないなら、今後のことは、早めに考えるべきだよな。とりあえず、20代前半のうちにどうにかしろ。一致とはい、あんまり変わらんな。Y は働いてるけどたまに窓を見るとマジで飛びたくなるわ。それはまた一致のと違ってただのジムル願望じゃねえか。夜にこういう薄れ開くという鬱になるからやめてほしい。ちな大学生。大学生はまだこっちの世界に来るな。ニートってもっと楽しくやってんじゃないの？楽しくないなら働けばいいじゃん。そういう問題じゃないんだよな。そうなんか、ようわからんな。ニートも社畜もお互いにわからない大変さがあるよな。でもニートは、社畜のことを大変って思いすぎてる感はある。スレの内容しか見てないからな。実際、みんなが楽しいって言ってた学生時代すら楽しくなかったのに社畜とか地獄に決まってるだろ？って思ってるよ。レールから外れて、周りの人間と仲良くできないワイはどこへ行っても同じや。家族さえもが空気扱いだからな。ちょっとだけ同情した。ちょっとだけな。そういう自分を変えようとは思わんの。学生の時はいろいろと考えたよ。髪型を変えてみたこともあるし服装をいじってみたこともある。でも特に大きくは変わらなかったし、一生こんなもんかなって。
工場とか行ってみたら、同い年くらいのやつも多いだろうし、意外とエッチの属性のやつもいたぞ。工場もだしスーパーの品出しとかおすすめ。今ハードモードなのは30代ならもっとだぞ。今働け、マジで。あーだこうだ言ってもエッチが変わらない限り無理だからな。だろ、はぁ、マジで鳥になりたい。丸ぬなよ。生ポでも何でももらって生き延びろ。将来の愛か。鳥になれたらいいよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。違法ワイニート、床屋に説教される。床屋就職まだ決まってないの？わや、はい、床屋バイトとかは？してない？今いくつだっけ？あんまり親御さんに心配かけちゃダメだよ。わいそっすね。マジムカつくわ。丸ね直球。優しいやん。床屋に言われてもねえ、ため息。って乗り切れ。10年以上通ったけどもういかん。自分から話さないから不都合な話題になるんとちゃうん。ほっとこうや。じゃあここで働かせてくださいと言い返せよ。ワイは毎回次来るときには就職決めてますわ。って言って逃れとるで。ワイは大学留年してますってごまかしてたけどいつの間にか中退したの知られてたわ。ワイ、はい。何歳や？24や。ご自慢の巨言で乗り切れよ。その場をごまかす嘘は得意なんやが長期的な嘘は絶対ボロ出すわ。床屋って説教できるほど上級国民か？地域密着型はそれなりに金持っとる。あと稼ぎ関係なしにアホみたいな量の情報持っとるから敵に回しても良いこと全くないで。うちも地域密着型ってやつかな。24なら学生と偽れよ。中退バレてた。Y はニートになってから行くとこ変えたからニートカミングアウトしてるんを。Y ニートは美容院では東大生。自分も無職やニート経験あるけれど、近所の床屋は行かない。行けない。これ。ニートにそんなん言ってくれる人おらんやろ普通。親にも言われたことないようなことをガンガン突っ込んでくるから辛いわ。ワイセルフカット。セミングシザーあれが誰でも余裕やね。しかもワイのが上手っていう。所詮その程度の仕事なんやろな。この際セルフカットでもええな。床屋代丸々懐に入れられるし。散髪代もまっまに出してもらってるのか。当たり前やで。ワイは就職どころかバイトもしたことないで。文句あんならてめえが雇えと。ほんこれ。これくらいの覚悟がないと言ってはならないわ。言われてもしゃあない。自業自得や。免許持っとる？持ってない。床屋が見下せる相手が欲しかったのかもしれん。ええ床屋やんけ。今時言うてくれるとこなかなかないんやで。徒歩1分だったのに今度からチャリで1時間以上走らなきゃなんないわ。ああ。その距離だから言われたんじゃね。10年通ってたら仲良くなるやろ。わい中学くらいから8年くらいずっと同じとこ行っとるけどいつも同じ人に切ってもらうし仲ええで。君がおかしいんとちゃう？ならんやろ。床屋やなくて美容院やったわ。美容院やとよくしてくれるで。もう就職してます。大嘘って言えばええやん。仕事辞めて2年経つけどやり過ごせてるんかな。今の時期は仕事忙しいんだっけ？とか聞かれるけどなんとかごまかしてるわ。前の仕事が三勤一休やったから平日行っても怪しまれないし。2年も無職なのかあぜん。だから床屋は行きたくない。ワイも毎回お仕事は休みですかって聞かれてニートバレしたわ。もう1年切ってねえ。ワイ歯医者にニートってバレてるけど普通やで。早くバラせば楽になるんやで。病院関係は保険証でごまかしようがないわな。説教なんてしようもんなら客減るの分かってるんやろ。聞かれても会社員って答えるわ。まあサービス料失格やろな。よくよく考えてみると10年どころじゃねえな。小学校上がったあたりから言ってた覚えがあるから18年くらい通ってるんじゃ。長年の付き合いだから心配してくれてんだろうが。就職終わったんで言って言うと、早いな、みたいに必ず言われるわ。そんなどんくさく見えるんか。それは褒めてるだけだろ。保険証出すとこはバレるからな。ワイももう何年も言ってる床屋でそんな感じのこと言われたけど気にせず言ってるで。所詮他人や。まあ説教の内容は心に留めておくくらいでちょうどええ。マジで泣くかもしれんからもういけないわ。1000円カットかセルフカットに切り替えていく。十何年も言ってるなら君のこと思って言ってくれてるんやで。なんかニート腹立つから言ったろって感じじゃないやろ。気にせず行け。優しさは時に暴言より深く心を傷つけるんやで。お前が働けば、全て丸く収まる話だろ。現実から逃避したところで何も変わらないぞ。業務以外一切話しかけませんをモットーにした床屋さんって需要見込めそう。最近の美容室は会話内容までカルテに書き上がる。嘘ついて嫌な話を流しても向こうはそれを書くからな。いつか話が合わなくなって気まずくなる。だからワイニートは1000円カットを愛している。カルテってもう美容院じゃなくて病院やんけ。そんなことより1000円カットはどう？問題なく終わる？2000から3000程度のとこに行ってるなら最後のシャンプーがないだけで他は大差ない。なら今度は1万円の方に切り替える。3月。1万？そんなに通ってるならいかん。でも周りから情報取れそうやな。1000円カット系は無言だからいいぞ。なお腕に当たり外れがある模様。
おじが床屋なんやけど、遊びに行ったらしいやら私立病院の院長やらと鉢合わせてビビったことあるわ。こないだも新設の私立病院に息子の理髪店を開かせとって仰天した。病床数多くて入院患者の髪切るだけで客に困らんから、病院内に開けると有利らしい。出店したい店をしのけて理髪店を作るとか、散髪屋のくせしてどんな人脈やねん。会話の内容覚えてくれる分マシやろ。こっちは毎回大学4年で退学した話してんだぞ。Y6 年生なのに4年やでって嘘ついてしまったわ。向こうは確認の意味で何年だっけって聞いてきたのに変な空気流れたわクソ。堂々としてろ。Y なんてどこで聞かれても無職ですときっぱり言うやで。いつから働くのとか聞かれたら、当分はのんびり休むつもりですという。そうするともう何も言わなくなることが多いで。1000円カットに切り替えていけ。スポーツ狩り固定やから1000円カットでも問題ないやろ多分。長年通ってるのは一致が満足するカットをしてくれるからだろ。急に1000円カットに変えたら仕上がりに納得しなさそう。単に近くにあるのとマッマが行ってこいって言うからやで。先発とかおそりくらいやろいいところは。先発、そんなもん家でできるだろ。さっぱり感が違うんやで。ちょっとそれ頭皮に悪いんじゃないってくらいゴリゴリ現れるから。休みの日に行くか、平日でも今日は代休やって言えばええやん。じゃあここで雇ってくださいよ。床屋何もできない、やる気もないクズを。ごめんだね。そもそも、国家資格いるやろ。親心みたいなもんやろな。いつまで逃げてても現状は打開できない、むしろ悪くなる一方や。ムカつくも何も事実でしかないしな、そのまま行っただけや。久しぶりに地元の美容院に行ったワイチェス、店長を、久しぶり、ワイチェッサ、学生二人組、ジロジロ。店長こっち帰ってきたの？ワイマーイワユルニートッス、学生二人組、ワイなんやオノレラー、わしはここの常連やぞ。挨拶せんかカスザコ、高校デビューか？おん、店長トシ君だって高校生なってから来たじゃん、ワイチョ店長。学生、ちょっと好き。バリカンに手を染めようかと常に悩む。バリカンおもろいで。ワイのは 0.5 から40ミリ自由に変えられる。同級生とかにも、一輝君と同じ学年だっけ？この間うちに来たよ。とかは大振っとるやろうしな。危機としてあいつニートなんすよ、とか話されとるやろうし逃げ場はないで。知り合いとかいないから多分それはないで。始まる前に何かあったら声かけてって言って目閉じてれば何も言われんやろ。床屋の親父が一気のジップって展開は？床屋のおばさんやで。Y は毎回美容師煽ってるで。Y 美容師ってクソブラックっすよね。Y 勉強できなくてもなれる職ですよね。Y 手取り Y の友達の半分くらいっすか？めっちゃ勝った気分やで。刃物持ってる相手によくそんなこと言えるな。あくまで自分の半分とは言わんところにくさ。ニートが言ったら負けやろ。そもそも、発言の前に負けてるやろ。仕事の話なんかされないけどな。2000円程度の格安に行けば、こちらから話さない限り向こうは話さないな。Y ニートは鏡見て自分の顔に絶望したわ。言ってることは正しいけど店に迷惑かけてるわけでもないのに客に説教って何がしたいんだ。客は不快に思うだけだし店としては客が離れるリスクがあるし誰も得しなくない？ヒント、おばちゃん。まあ無職なんてキモいから頭触りたくないし、自然と来なくなるように就職の話題振ってるんだろう。Y20 年以上床屋行ってない。パナソニックのバリカン最高や、髪がないから坊主一択や。どうせこいつも無職が得意とする犯罪をそのうちやってさよならだよ。この程度で説教と思うからニートなんだよ。ニート特有のメンタルの弱さと他者への攻撃性内弁慶で草まみれ。この程度の会話を説教って。1000円カットいいぞ。やってほしい髪型プリントアウトして持っていけば大体イメージ通りにしてくれる。無駄口叩かないのもすごくいい。24にもなってこの手のこと言われてぐちぐち言ってるっていつまでガキなんだよこいつ。年下の自分から見ても情けないやつだわ。いい年して働いてないクズとかそんなのが店に来るだけでヘドが出る。ニートなんて社会のゴミなんだから気にかけてもらえるだけでもありがたいと思うべき。一致はカスやけど言いたいことだけ言って何も手を差し伸べてくれない大人は多い。言うほど説教か？昔から知ってる近所の子供に親身に注意してるって感じじゃん。これを説教と思うぐらい自分に負い目があるんやろな。また髪の話してる。子供の頃から10年通ってれば人によっちゃ親心も生まれるだろ。まあまあ、他人を責めることしかできないこいつらと比べたら心に余裕があってこその善意な意見なんだから辛辣にならずに、その空っぽの頭の片隅にでも一生置いておくだけ置いておけばいいと思うよクソニートくん。散髪やって基本的に同じところに通い続ける人が多いんだわ。10年だぞ。
小学校や中学校、高校、大学、どこの先生より成長の過程を見てきてるんだよ。下手すや、夢と希望に溢れたガキの頃から見てる床屋も少なくない。あれだけ元気だったガキがどんどん丸んだ目になっていき、夢も希望もなくなっている様を見て、何も声をかけたくならない方が異常だよ。商売とかそんなレベルで声をかけてるわけじゃないってのが理解できないのかね？もう親戚のおっさんレベルだよ。マジレスされてもな。は？ニートなんかに人権あるわけないやろ真顔。役に立たないなら迷惑なんで二酸化炭素生産するの止めてもらえます？そこで、ぼちぼち頑張りますくらい言えないのかよ。地域型の理髪店の情報網は異常。ニート？面白いね。なんてイグサするわけないし建前ぐらい言っていいの。接客用してる人とかにニートとか見破られてる時点でアッポサシって感じだわ。面接とかでもかなり不利だろうな。徒歩1分って書いてある資金所のおばちゃんって感じなんじゃねえの。具体的内容のないアドバイスは何の意味がないしイラつくだけ。子供の頃から知ってるからこそでしょ。それにこれを説教とは言わないぞ。会話したくなけりゃアタッチメント付きのバリカンでセルフカット最強。24だけど中身は子供のまんまなんだね。親のすねかじってるくせに偉そうだ。無職じゃないけど俺もこれ言われたらもう行かないだろうな。自由時間に金払って説教受けに行くバカはいない。24だから言ってくれてるんだぞ。これが30超えちゃったらもう楽に気を使って言ってもらえないぞ。でも客じゃん。10年以上も一人暮らしせず若いのに散髪屋に通い続ける陰キャが普通の客か。金も親が出してるんだし、一致が客ってよより母親が金払ってんじゃん。相手がおばちゃんってことは母親に頼まれて言ってる可能性も。説教と心配の区別つかんとか。もはや生きてる価値すらもねえんじゃねえの。お疲れ、さっさと丸んでね、さようなら。理由とか状況とか考えずにただ就職しろというのはカス。理由も状況も考えずにすぐ説教だっていうのもクズだろ。これ説教じゃなく本当に心配して言ってくれてるだけじゃないか。でしゃばりすぎず、でも何か声をかけてあげたいと思って考えて発言してくれてるよ。ニートなのは置いといてもそういう人の気持ちまでわからなくなったらおしまいだよ。ニートへのアドバイスなんて働け以外にないよな。当たり前のことを言われてイラつくバカだからニートやってんだよ。美容師みたいな人を弱者認定するやつって自分も大したもんじゃないって自覚あるんだろうな。俺は自分にできない全然違う仕事してる人としか思わん。先輩に5大商社の一つに6年勤めて美容師に転職した人いるし、どこにどんな経歴の人が潜んでるかわからんからそんな簡単に他人を舐められん。具体的なことなんて自分で考えるしかないのにな。他人はあなたのお母さんお父さんじゃないんですよ。いつまでも親鳥とひなみたいになんでもしてくれないんですよ。優しい人じゃないか床屋さん。心配してもらえるだけでもありがたいんやで。無職の分際で床屋とか言ってんじゃねえよ。バリカン買って家で買ってろ。職業で勝ち負け言ってる時点で劣等感すごそう。もらえる金の問題じゃなく、やりたいことがあるはあったのにできてないやつが負け組だぞ。個人経営の店はそれで成り立ってるならそれだけで勝ち組だと思うわ。一期は2週間後の予行演習ができてよかったじゃん。もうすぐ正月だろ。親戚一同同じこと思ってるよ。カット3000円以下の安い店は外れてん多いわ。自分は専門卒なのに客の出身大学をわざわざ聞き出してバカにしたり、順番が来て呼ばれた時すぐ返事しなかったら怒鳴ったり、あと耳のとこ気持ち短くしてくださいって言ったら、気持ち短くの意味がわからなかったらしく、何言ってんだこいつみたいな反応したり、嫌な思いしたくなかったらケチらない方がいい。ニートに人権あると思ってんのかよ。そもそもニートは底辺職すらバカにできないだろ。ニートは大抵自分にコミュ力と顔と恵まれた機会さえあれば世界を相手に駆け回るエリートになって金も女も望みのままだった思ってるからな。だから他人への評価でこれぐらいの尺度しか出てこないだろ。どこも同じかは知らないが話しかけられるのが嫌だから持ってきてくれた興味ない本眺めて過ごしている。優しい人たちではあるんだがね、コミュ障にはやっぱ辛い。床屋ごときに見下されたって言ってるからニートなんだろ。家にニートがいるとか家族は地獄。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は机の上でうマルチしようとしたら家を追い出されてしまったニートの一致の話を紹介するよ。ニートは32歳、机の上でうマルチしようとしたら追い出された。なんかニート生活続けるうちに暇になって机の上でうマルチしようとしてたんやが、マッマに見つかって出ていけって言われた。どういう状況だよ。気候すぎるだろ。意味不明でくさ。ずっとニートしてると友達もいなくなるしさ、金がないから娯楽もほとんどなくすれ見ることくらいしかないんや。それと机でうマルチは関係ないやろ。関係終わりやで。スレを立てるにしてもネタがないし何かやろうと思ってさ、あれこれ考えてるうちにふと机で埋まる子を思いついた。なるほど、ってなんねえよ。なんでそうなった。
スレのネタが欲しい、わかる。埋まる子を机でする、わからん。だってお前ら、ちょっとしたことをしたくらいじゃ反応しないやろ。前にゲテモノっぽい見た目の料理を作ってウプしてもフングロかってくらいの反応やったし。それはしゃあない。変に目が超えたやつが多いからな。目立ちたがりやか。もうちょいスレ伸ばしたかったし、あれこれやった割に不発が多すぎたんや。それでちょっと面白い画像が撮れるかと思ったらマッマに見つかってキレられた。マッマに見つかる前にあれこれやって後で撤収しておくつもりやったのにな。バレたら怒られるってことはじゃあ認識してたんだよな。バレなきゃいいと思ってた。スレ伸ばすために埋まる子して結果的に、マッマに追い出されかけてスレ伸びてるのは草。お前も本望やん。埋まる子スレより伸びてるぞ。さすがに家を追い出されるのはきつい。外に出されたら金が尽きたらスレ立てもできんし。ごちゃんですれ立てするのが趣味みたいな息子、遅かれ早かれ追い出されてただろうな。誰だよ、こんな奴にネット与えたの。ニートスレって何度も同じ奴が立ててることあるよな。ワイのスレはあんまり伸びてないし、初めて呼んだ奴が多いと思うが。で、追い出されて行き先はどうすんだよ。行く当てなんかあったら困ってないやろ。見てる奴多いなら、なんか考えてくれよ。もうこうなったらひどい生活してその状態を晒そうぜ。所持金1500円くらい。あと1円玉とか5円玉とか玄関やリビングで拾ったものがちょっとある。寝カフェ生活もできそうにないな。マッマを怒らせるから悪い。目の前で埋まる子したってこと。マッマが部屋に入ってきた時にちょうどそのシーンあった。最初は時間が止まった感じがして、すぐにビンタが飛んできた。じゃあ今は何の時間だよ。追い出されるまで猶予があるんか。もう二度と帰ってくるなって言われた。仕事が見つかったとしてもここには居場所がないって。で、部屋の片付けくらいしてから出て行けって言われて部屋に突っ込まれてスレ立てた。部屋の片付けは終わったんか。どうせ出て行かされるのになんで片付けるんだよ。パソコンの中のマッマに見られたくないデータだけ消すつもり。出て行くならその作業すら意味なくないか。そうかもな。でもなんとなく見られたくないんだよ。それはちょっとわかる。あくまでちょっとだけだけどな。悲しい最後で草。ニートをこれで終われるな。よかったやん。なんかめちゃくちゃ虚しい。そのうちニートはやめろって言われるのは分かってたんや。でも今じゃないっていうかさ、その時が来るのを自分で早めた気がする。ちゃんと分かってるじゃん。ボトラーとかいろいろヤバい写真をウプする奴らがいるけど、その後追い出されてたら笑う。実際あるかもな。芸人並みに体張っててさ、おとなしくニートしてればいいのに。最初はワイもそうしてたんや。静かに静かにマッマとパッパを怒らせないように生活してた。それがだんだん限界になったんや。ニートが刺激なんか求めるからこうなる。一度半端にスレが伸びると変な汁が出るからな。要するにかまってちゃんか。今日の夜にはここを出ることになってる。そうしたらお別れやな。暇じゃなくなって、おめでとう。確かに、これから刺激的な冒険が始まるやん。刺激的な他日への冒険。さ、金もないし、マジで他日ぬしかないのかもな。誰かワイの代わりにクソ伸びるスレを立ててくれや。カッコつけてるけど書いてることはダサくてくさ。それメンス。ニートが何を書いてもカッコよく見えるわけはない。追い出されてざまあ。残党。ワイはお前らを楽しませるためにあれこれチャレンジしようと思ったのに冷たいんやな。炎上系の YouTuber でも目指せば。動画の作り方がわからん。時間なんていくらでもあるやろ。とりあえず働け、甘えるな。甘えてるわけやないんやけどな。マジで働けん。働ける気がしない。机で埋まる気することができるならなんかできる仕事があるやろ。知らんけど。ねえよ。こうなることが予想できないなんてバカだよな。ニートが先のことを考えられるわけない定期。とりあえず働いてみればいいと思う。追い出されたら無敵の人になれるやろ。そういうの見ていつも思うんやけど、ワイは追い出されてもワイだぞ。急に無敵になるわけないやろ。それが、なるやつもいるんだよな。なんだ、とんだ根性なしじゃん。じゃあ行き倒れるしかないな。今なら生子ビジネスの餌食になれるぞ。まっま、気持ち悪いものを見たけど、ついでに厄介払いできてよかったわ。そろそろまっまが来るんじゃねえの。さっさとパソコンのファイル片付けろよ。もうやってる、あと少しで終わる。ワイもニートやけど危ない橋渡ってまでレスこじきしたくないわ。イッチの気持ちは全くわからん。目立ちたがりかかまってちゃんか、両方やろ。スレこじきが何してんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、市中専門店開いたにゃが潰れて借金4000万。今はニート、丸脳かな。次当てればそれくらいすぐ返せる。まだやれる、もう一回やろう。飲食店の借金って4000万もいくか。東京ちゃうか。地方ならせんでできるけど、東京じゃできないからな。近くにあれば行ってみたい。なんで市中専門で行けると思ったんだよ。カレーあるんやし市中も行けるやろ。
聞けてねえじゃねえかハゲ。シチュー専門店なんてあるんや。夏とか需要なさそうやけど。次はグラタン専門店でどうや。壊滅的に頭悪そうだね。普通唐揚げ屋だよね。マリトッツォもう一回ブーム来るらしいぞ。カレーにしとけと。シチューしかないならあかんやろ。ワイがセルフうどんの経営に失敗したけど負債は200万強やったし4000万はねえわ。近所にあったら1回くらい行くと思うわ。冬ならな。ワイの知り合いも飲食店起業して潰して借金2000万円。親の家売ってたわ。まあ国の借金は1200兆もあるんだし元気出せよ。4000万なんか大したことないだろ。高熱原材料高でようやったわ。ちゃんとビーフシチューも売ってたのか。ニッチすぎて草。飲食店って人件費やら光熱費やばくて儲からなそうやな。始めたばっかの飲食店が4000万も借りれるわけないだろ。出店する土地ローンで組んで購入してたらワンチャン行くんちゃうか。近所にあってクリームシチューなら通ってたと思うわ。事業計画書すれそのままでやってそう。シチューってほんと立ち位置不明だわ。シチューが出てくるシチュエーションってあまり思い浮かばん。セルフうどんの事業計画すれあったような。ライスありだったら生き残ってた。会社員ごっこの次は企業ごっこか。無職底辺の妄想すれ。パン屋を併設してコラボしたらいけたかもしれない。クリームに専門店で勝負しようや。脳内で起こった出来事を報告するの本当にやめてほしい。シチューでは飲めない白飯食えないとか言ってるやつが多いだろうに。都市部で1から店舗立ち上げたら2000万くらい簡単に行くで。ちょっと頑張りすぎたら3000万くらいあっという間だ。小規模な独立開業でも1000万は必要になる。3から500万は自己資本で、6から7割は銀行から、残りは親兄弟から借りてってパターン多いだろう。人をバカにできるスレだからみんな生き生きしとるな。こういうニートの妄想お店屋さんごっこスレ。よく見かけるけどこの手のスレでちゃんと成功したっていう例は少ない。成功してるなんて書いたら嘘バレるしな。数少ない成功したスレだと確かコンビニのラーメンを少し手を加えて本格ラーメンみたいに売ったらすごい儲けたみたいなのを見た。ラオタ連中が本スレやコメ欄で必死に嘘末認定してて逆に信憑性があった。本格的なビーフシチューとかチリとか置いてるのかと思ったらクリームシチューだけの専門店かよ。そりゃ無理筋すぎるわ。クラムチャウダー、白菜のクリームにクリームリゾット、あたりが派生で作れるものだろうか。シチュー専門店は無理すぎて草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無償の愛を受けられるのは女と子供とか犬だけ。男は何を与えるかでしか価値が測られない。無職の俺なんかは社会から見れば透明なんだろうな。確かに。ブスや出来の悪い子供は愛されないだろ。女も可愛くないと見向きもされないし、可愛くてもぶつけられるのは異性の欲と同性の嫉妬だけだろ。常日頃から何か一つでも人に勝っていると感じたことはなかった。あえて言うなら生まれつきか後天のものかは知らないが怠惰さこそが自分の唯一の欠失している部分であると感じた。自身の怠惰さに絶望こそすれ改善をしようとせず日常はただただ泥の中に沈んでいくようであった。ある日何を思ったか親指を包丁で切った。血が流れ思ったより痛かったのですぐにやめた。涙が流れたのは痛みにではなく丸抜ことにすら踏ん切れない自分の弱さのせいであった。このコツペ好き。文豪定期。俺は長期引きこもりだが真夜中になると部屋でファイティングポーズを取る。自分でも後で笑っちゃうんだが、真顔でポーズ決める。その意味は、俺はまだ丸なねえぞって意味を込めてる。世界では病丸や寿命を含め1日約15万人、日本だけだと1日約3000人が丸坊する。病丸んだそいつらに対しての勝利宣言と、明日丸ぬあいつらに対しての宣戦布告の意味を込めて、無職引きこもりの俺が本気でファイティングポーズ決める。やっぱコピペといえばこれだわ。デスは男前やな。女が与えられる愛も少なくとも無償ではない。社会的弱者への連帯と無償の愛をごっちゃにするな。母親にすら愛されたことないのか。それはあかん。子供を愛してないも同然の扱いをする親もおるんやで。そればっかりは産んだから、決して人の前では言っちゃダメ。子は親を選べんのやで。女への思いは受け入れられないと愛にならんぞ。アイドルとかたまに無条件で全ての男から称賛されると思い込んでる女もおるけど、ルーとか親指切ったやつとか短文なのに起承転結がしっかりしててほんと引き込まれる。ファイティングポーズにキス子かっこいいと思う。残念ながら、無償の愛を得られない子供もたくさんいるんですよ。誰でもいいから、何をされてもいいから、誰かに愛されたい。そうしてくれたら俺はその相手に永久に無償の愛を誓う。その相手の望む何にでもなる。ファイティングポーズスレはスコ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 職歴なし30歳彼女募集中、とうとうデザートのゼリーを禁止される。今日もゼリー食べようと思ったら、あんた働いてないんだからさ。って言われたんを。
ムカつくから部屋のドア乱暴に閉めたったわ。無職でゼリーはあかんやろ。サンキューマッマ。彼女作る前にやることあるやろ。しゃあないヨーグルトに切り替えてけ。ワイのゼリー。昆虫ゼリーにしとけ。無職はゼリーを食べてはいけない。人権侵害やん。マッマが出て行ったらゼリー食うから覚悟しとけよ。自分で買えよ。ワイと一緒に派遣しようぜ。ゼリー、ママがね、一つしかくれないの。俺がゼリーを山ほど買ってやる。ゼリーがないならキャンディを食べたらいいじゃない。朝はゼリー、昼はヨーグルト、晩はアイス食べないと調子が出ない。無職が調子出しても何にもならんやろ。 QOL が下がっちゃうじゃん。引きこもりに QOL もクソもあるか。何もせんやつが調子もクソもあるかよ。無職はデザートどころか3食食うのも禁止やろ。 Y は家族が寝静まった頃に残飯を漁ってる。たまにカップラーメンを食べるのが楽しみ。かわいい。なんで会ったこともないネット上の無職たちからもこんな強く言われなければならないのか。悔しい。涙が込み上げてくる。無職のわけねえだろハゲ。毎日満員電車に揺られてからほざけ。だったら外に出て自分の力で生きろやハゲ。ワイはバラエティ番組を見て笑っていたらパッパから、お前はテレビを見て笑ってるが、世間はお前を見て笑ってるぞ。って言われたよ。カブトムシかな？そう考えるとシャムって結構いい暮らししてたよな。無職のくせにカツカレーチャーハンとか超贅沢。お菓子も食いまくってたしハンバーガー2個食いもしてた。あいつはあれでも一応職歴あるし。やっぱ働いてるやつって余裕ないんだな。人の振り見て我が振り直せって言葉を送ります。30歳の無職に見習うべき点とは。お前もゼリー食べられないだけで余裕なくなってるやん。お前には時間だけ余裕あるよな。ジュースとゼラチンで自作しよう。自分で作れば。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。試合の結果が知りたくて注意に従わずテレビ売り場を離れなかった無職の男51歳を逮捕。店舗からの退去要求に従わなかったとして大和署は14日不退去の疑いで住所不定無職の男51歳を現行犯逮捕した。逮捕容疑は同日午後7時半頃から約1時間にわたり大和市内の家電量販店で男性店長41歳から店を退去するよう再三要求されたにもかかわらず店内に居座り続けたとしている。署によると男は12日から連日プロ野球中継を見るために夕方からテレビ売り場近くの長椅子に居座り12日には他の客に睨んだなどと因縁をつけ店側から注意されていた。店長は警告書を提示しても男が動かないことから署に通報。署員が退去するよう説得しても応じなかったため逮捕した。男はテレビがないので店で野球を見ていたなどと供述しているという。野球見んやんけ。戦後かパチ屋行けよ。パチ屋は他の騒音が嫌やん。警察来ても出ていかないって害すぎるやろこれよ。まあ普通はその前に店員に店閉めるんで退店お願いしますの段階で帰るけど。懐かしいわ、街頭で力道山見てたわ。わいもちょうど力道山の空手チョップが決まった頃に妹が生まれたわ。ラジオじゃ物足りなくなったんやろ。せちがらい世の中やね。野球のお兄ちゃんは出て行ってよ。新たな松尾昇の誕生。逮捕された年齢が松尾昇と一緒やん。巨人軍の試合が見たかったんか。三丁目の夕日とかだと10人総出でやってるやん。何ジェイミンやんけ。わいらの40年後。さすがに自宅でテレビも見れないレベルで困窮したら自丸するわ。底辺焼き豚の末路。わいもケネディアンマルの時電気屋で見ててビビった。せめておとなしくしとけよ。電気屋でテレビ見るくらいええやんと思ったら栄養妨害してるもんな。ひいきが負けてたんやろ。ヤマプー。テレビくらい数千円で買えるのに一体こいつはどうやって生きてんだ。ヤマト市って神奈川か。じゃあベイスターズのファンかな。巨人軍のカードが欲しかったという追加の情報さえなければ松尾昇も伝説にならなかった。店変えたらよかったのに。これの何があかんの。酒でも飲んでたんならわかるけど日本余裕なくなりすぎやろ。逆に喧嘩売るようなことしてたらあかんやろ。試合の結果が知りたくて。ソースの原文がつまらないから松尾にはなれない。テレビを買う金もないのかよ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニート歴5年だけど、スーパーの面接したら、どうしてここで働けると思ったの？と言われて泣きそう。好き勝手言われてその場で不採用を言い渡され。草。草じゃないが。どこのスーパーやさらせ。スーパーが迷惑やろ。今月中に仕事が決まらなかったら家を追い出される。スーパーの店員になる無能に言われても気にするな。青葉誕生。スーパーなんて誰でもできそうな仕事なのにな。ニートは働きたくないし、向こうもニートするようなゴミ雇いたくないしな。ウィンウィンや。アルバイトの面接よな。うん。レジでも品出しでも台所でも清掃でもするし、週にいつでも入れるって言った。
一生懸命に生きてる人間を、あまり追い詰めるなよ。青葉容疑者になるぞ。って言ってこい。俺はこれでバイトを買った。高校出てから23になるまで一度も金稼げてない。5年もニートやるやつなんか体力落ちに落ちまくってるやろうからどこも働けないよ。お前にはもう無理や。年金とか保険料払えって親に圧力かけられてる。どうしてそこで働けると思ったん？一番近くスーパーの面接やから。店長のストレス発散の役に立ててよかったん。20分くらい面接に付き合って親身に話聞いてくれたのにこの仕打ちだよ。そちらの条件は全て飲みます。これ言っても落ちた。聞くと全部入れてもダメなんか。Y スーパー正社員。品出しと簡単な売り場作りしてくれるなら大歓迎やけどな。よほどやったんやろな。1、臭い、2、汚い、3、デブ、4、ブサイク。どれかやろね。回答は、全部。免許証あればどっかしら引っかかるやろ。資格ないで。諦めな。Y の人生終わりだよ。お前ら羨ましいよ。とりあえずオートまでいいから免許取れ。気づいた時には何もかも遅すぎた。Y がサボってる時にみんな頑張ってたんやろし。まあニートがプラッとやってきて働かせてくれってきたら自分の職場をバカにされた気になるわな。これ、なめんなよってなるわな。話聞く限り面接官は普通に疑問に思ったことを聞いただけじゃねえの？悪気も叱責するわけでもなく。受け答えははっきりして、愛想よくはい、わかりました、ありがとうございます。って言ってた。あと、条件を全部飲みます。は無責任の上等文句やで。だから後で必ずトラブルになる。でも条件を出したら雇ってくれなそうだし、その年まで何してたの？何もなかったの？って言われた。それは店長の恨みやな。自分が苦労しているとこやったんやろ。別行け。店長なのかな？偉そうな人がわざわざ時間作って出てくれてた。そんなクソスーパー落ちてよかったやん。今朝方、面接行ってきて、泣きながら帰ってきた。見上げる空は抜けるように青かった。帰り道でスズメバチに追いかけられたし良いことがない。世間、ニート働け、起業、人手不足や、ニート、働くぞ、起業、ニートはいらん、世間、ニート働け、悲しい。それニートが仕事選んでるからやろ。ニートは特殊清掃員でも何でもやれや。ガチ目に24までニートだったが入れたぞ。今は違う業界だけど。まあその店は外れや。どうせ働いてもパワハラしてくるわ。いつも思うんやけど、働いたら一生その場所じゃないんやし、まずはどこかで職歴詰めようと思う。それから転職じゃダメなんか？警備でもゴミ収集でも何でもやればいいんや。スーパー側の言い方がひどいのは間違いないけど、無職期間が長いとこういう評価がされる事実とそうならんようにみんな頑張って働いたり働き先見つけようとしてることを、ニートは理解すべき。そや募集側からしたら、空白の期間長い奴が応募してきたら、こいつうちの業務舐めてるんだろうか？って思うだろそうや。猫の手も借りたい人手不足の職場ならまあ、育てれば使えるかもしれんし、って思って採用してくれるかもしれんが、そういうところは激務だからエッチが自分から辞めそうだし、そうなったら、やっぱニートやってたような奴はダメだわ。って結論になるやろな。逆じゃね？猫の手も借りたいくらい忙しい職場で働いてるけどさ。ブラックじゃニートなんて育てる余裕はない。それが正解。いくら人が足んなくても役立たずはいらんしな。悲しいことだ。履歴書他で使うんで返してもらっていいですか？と言って帰ればいい。今は企業は選ぶ側ではなく選ばれる側。自覚のないクソ企業はネットで低評価をつけてさっさと忘れろ。と、強がるしかないニートくんでしたとさ。企業が選ばなきゃとんでもない人材来るんですが。親の作った会社で好き放題やってる2代目社長とかだと低評価を食らっても潰れず残ってたりするんだよな。雇用契約内面接受けに来た人に変な要求してドン引きされたり、お客様とか購入希望者にはネットで横柄って書き込まれても潰れない。従業員減らしてるらしいから時間の問題なのかもしれないね。やっぱスーパー店員の方も職業コンプレックスは抱えてるわけだ。そこにニートが俺でもできそうだってきたからなめんなよとなってしまった。残念だったが働こうという気力は失わないでもらいたいものだ。と、何の役にも立てないニートが必死に強がっております。23とかまだまだ余裕や、一度の苦い思い出を引きずるな。こういう子をみんなが応援できる社会にならなあかんよな。取り返しがつかんくなる前に手を差し伸べなあかん。職歴ないのは履歴書見ればわかることだし、わざわざ貶めるためだけに面接時間作らんやろ。よって嘘待つ。いや、面接で落ちることなんていくらでもあるぞ。Y がニートの時もわざわざ面接に呼ばれて説教されて落とされたやで。性格悪いやつもおるんやな。介護、警備、どかたやれ。誰でも受かる。
どうしてそこで働けると思ったん？一番近くスーパーの面接やから。これを正直に言えたら採用もらえたと思うよマジで。ほんとこれ。ちゃんと質問に答えればよかった。そしたら客として店長に嫌がらせすればいいんじゃないの。ここで泣いてしまうあたりあかん。一度出向した時ニートだった人がコールセンターの特設部署来て関わったけど謙虚だったからか普通に問題なく使えたやつだった。若いのにスーパーのアルバイト落ちるんだな。あんなの学歴とか職歴とか関係ないだろ。バカでもできる仕事だしな。曜日や時間帯でごねたんだろうね。平日の昼間と夕方は立地良い店は人余ってる。休日と早朝や夜間で希望出したなら受かってたと思う。てか今時アルバイト落ちるとかありえねえだろ。電話したら明日から恋レベルで人手足りないでしょ。まともなやつなら歓迎だがな。アホらし。ワイもニート期間あったけどプライドないからバイト面接して、深夜帯ならオッケーだけどその時間帯だとちょっと、って断られた。じゃあ深夜帯で、って、ゴリ押して採用してもらったことあるで。後ほど本当に断るつもりだったのに押し強すぎて引いたという話をされたわ。当時人の気持ちとか言葉の裏とかわからん感じのコミュ障やったから、そんなゴリ押しいけたけども。そこではなんだかんだどこの時間帯でも入れるようになったし。バイト仲間と遊びに行ったりと楽しくやらしてもらったわ。初めての職歴ほんまにありがとうやで。職歴さえ手に入ればステップアップもできるしまずはどこでもええから襟好みせずに働け。と、ニートの先輩が伝えたいわ。偉そうに語ってるけど元ニートでくさ。お前ら本当に同族嫌悪っていうかニート同士で牽制し合うよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、神社でニートを辞めれるように毎日祈っているという、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは26歳。神社でニート辞めれるように毎日祈る。大卒ニートの Y。毎日神社でニートを辞めれるように祈りを捧げる。なお、まだ願いは成就していない模様。なんでや。他力本願なニートらしい考えでくさ。何してんだよ。祈ってどうこうなる問題じゃないと思うんやが。脱ニートしろってまっまにいつも言われててさ。だんだんと肩身が狭くなってきたんや。それで、ハロワに行くって嘘ついて毎日、神社をブラブラしてる。ハロワ行ってこいよ。面接にも何も言ってないのに祈ってどうやって叶うっていうのか不思議。このままニート生活を続けたいです。って祈った方がよくね。本心と違うことを祈ってもしゃあないやん。ニートを辞めたいって気持ちはマジであるんや。でも面接も何もかも嫌や。もちろんブラックな仕事もな。だから祈ってなんとかならんかなと。最後はみんな、神頼みするもんやろ。そんなめちゃくちゃな祈りは伊勢神宮に行っても届かねえよ。神様なんだこいつ。迷惑すぎるお願いでくさ。まっまに毎日のようにニート続けさせてください。手を拝み倒した方がまだマシやぞ。自分でもそんな願いは無理やってわかってるんじゃないのか。最初は今より希望を持ってたんやけどさ。お賽銭もほとんど入れてないし無理かもしれんとは思ってる。でも神様ってワイみたいなポンコツも見捨てないもんじゃないのか。神様は見捨てたかもしれんが怪しい宗教団体なら喜んで拾ってくれそう。何歳？26歳。もう何年か通ってるし、そろそろ成就前かな。26ならやる気出して働いた方がお前の夢はすぐに叶うぞ。ていうか受験なら学問の神様とかあるやん。脱ニート祈願で、働きたくもないってどこの神様に願うんだよ。確かに。神様も毎日来られて迷惑してるやん。もうそろそろやめておけよ。他に頼れる場所がないんや。じゃあお前らを頼ってもええんか。もうちょっと何かあるやろ。めちゃくちゃすぎるけどぶっ飛びすぎてて、嫌いじゃない？ネタならいいけど本気なら頭のネジ吹っ飛んでるな。結構有名な神社なのか？市内ではそこそこ大きめな神社やな。ご利益がニートに効果があるかはわからん。でも毎日来てたら良いことあるかなと思うし。欠かさず通ってるのか、けなげやな。ハロワ代わりだし土日祝は通ってないぞ。そこは毎日行っておけよ。まっまはハロワだと思ってるのか。ハロワに数年通っても働けないとか絶望やん。そうまっまが思って諦めてくれてもええんやけどさ。結局、親がいつかいなくなるしマジで就職せないかん。って気持ちもあるんや。神様にここまで祈ってるんやしどこからか仕事が降ってこないかな。一致の願いを叶えるには支援センターに放り込むしかなさそう。強制労働施設に入れれば仕事を与えたことになるのか。しかも面接なしやし。確かに。数ヶ月後、ハロワに本当に行っているのか怪しんでエッチの後をつけたまっまが、怒りに狂ってエッチを追い出しやで。普通にありそうな展開でくさ。ハロワ行くなら資料出せとか言われんの？適当に履歴書を書くふりしたりしてる。あと、印刷物とか持って帰ればバレない。
ハロワに実際行くこともあったけど応募したことは一度もない。正社員や派遣じゃなくてコンビニバイトとか楽なところから始めれんの。ここでコンビニバイトとかの体験を読んだことがあるけどさ、あれって結局、地域ごとにカラーが違うやろ。Y の近所のコンビニの口コミなんてないし怖くて働けん。正社員で働くわけでもないなら嫌なら辞めればいいし、別のスレ覗いてみろよ。バックレまくってるやつとかいるぞ。バックレなんてする勇気ないし、一度入ったら辞めにくいのは正社員もバイトも変わらんやろ。しかもバイトは職歴にもならんし。無職ニートが職歴を語るな。あと何年祈れば願いが叶うと思ってんだよ。わからん。Y もかなり無理な願いやと思ってるし、あと数年かかるかもしれんな。それまでにマッマがいつまで働かんのや。って切れてそう。ハロは通うだけじゃな。成果出さないとダメやって思われてもしゃあない。派遣にしろって言われたらどうすんだよ。ここまで神頼みしてるんやぞ。さすがにひどい職場に入れられるとかないやろ。どんだけ盲信してんだよ。人生そんなに甘くないぞ。とりあえずナマポ受給者にはなるなよ。適当に神社行ってたかったらそうすればええ。あいつ何頼んでるんだろうってすれ違う人に思われてそう。正月くらいは賽銭も入れるんだろうな。最初の頃は、わずかな貯金を崩してたが、もうほとんど財布がゼロなんや。足しげく通ってるし誠意は見せられてると思ってる。何が誠意だよ。神様そもそもニートは言ってなんや。昔はニートなんていなかったんだろうしな。ただの怠け者でくさ。Y も毎日通ってみようかな。ニートに何か良いことがあるなら社畜の Y にはもっとあるやろ。数年後、まだまだ神社が良いのニートの姿が。くさ。マッマもイッチもどっちもどっちでくさ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方は池、三兄弟みんな無職で実家暮らし。最近ガチでギスギスしすぎててやばい。やばすぎる。想像を絶するでほんまに。子供ガチャ失敗やん。モンスター育成成功やん。そんなこと言うな。目が合っただけで互いに舌打ち。トイレとかかぶったらマジでとんでもない勢いで扉を叩いてくる。くさ。仲いいやん。互いをむちゃくちゃ嫌い合ってる。年齢どんくらいや。一番上多分28。真ん中25。Y20。58、55、50になってからすれ立てろ。兄弟は小丸持ちなんか？一番上は多分知的小丸混じってる。他二人はまだマシ。一人暮らしすればええやん。寄生獣。親は医者か資産家か？中小のリーマン。まだ働いてる。母ちゃんはスーパーのパート。それで全員ニートはヤバすぎるわ。化け物の子。大兄弟。多分28ってなんやねん。吐き気するほど一番上が嫌いすぎるから興味もない。地獄でくさ。君は学生？大学中退無職です。なんや一番上と同レベルやな。全員やとさすがに親が悪そう。働いてマウント取れよ。男三人とかマジ親かわいそうやな。すげえだな。孤独かな。さっさと離脱しろマジでヤバいぞ。ジョーカー予備軍やん。そのうち誰か家燃やしそう。バイトして3万くらい入れてやり。いつ親に丸されるかわからないから、そういった意味でも働いた方がいいで。全員南西民のお手本みたいなやつだな。知的小丸なの忘れたてしたエッチだけってオチやろ。もはや親父がジョーカーまである。まずバイトからしろよ。適当に子育てしても3つ全部外れる確率って割とレアやろ。あえてゴミに育てたならともかく。一人失敗するところは全員何かしら失敗してるイメージある。何もせん方がマシなくらい何も考えずにゴミを育てたんやろ。遺伝子に問題がある。せめてアルバイトをしなさい。そのうちに家庭内マル人事件起きてニュースになる。家やな。反面教師が2人もいるんだから大丈夫だろ。早いとこ家でないと頭おかしなるで。こういう奴らって親に申し訳ないとか将来への不安とかないん？メンタル的にそんな余裕ないやろ。なんか働いたら働いたで他の兄弟に丸されたりしそうで怖いな。3回引いて全部外れか。若いんだから早く家でないと兄弟の介護することになるぞ。全力で逃げろ。次こそは、と思って3人。それが地獄の始まりとはその時誰も予想しなかったのだった。多分全員地流なんやろな。兄貴嫌いとか言うが嫌う権利すらない。本当に嫌うならそんなとこさっさと脱出して一人暮らししろ。できないなら同じ穴の無地なよ。3人とも育成失敗って親も何らかの小丸抱えてそう。多分、母親。ヒステリックの価値観押し付け型の過干渉だろうな。マジレスするとニートは普通に連鎖する。上があれで許されてるんだから自分もこれくらいは許されるだろうの気持ちが働いて、全員ズルズルダメになっていく。自分も無職なのになんでか自分だけ許されてると思ってるのが外税民だな。やっぱり生活保護って廃止した方がいいだろ。国の金でお仏税民養ってどうすんだよ。
なんで生活保護受給者って思ったん？ 2 回育成経験ありながら3回目も失敗するとか親に問題ありだろ。ここまでだとさすがに親が悪いやろ。今まで何してたんや？俺の家は3人とも自立してて、結婚は一番下の弟しかしてないけど、全然マシなレベルなんやね。なんだかんだ全員親孝行は年一ぐらいにしてるしさ。お前より下がいるというだけで、決してお前がマシなわけではないぞ。全員自立してる時点でまともだから。丸寝ぼけ。お前みたいなのが子供に丸されるんだろうな。おそらくアニメかゲームだろうから、コストなしで小さいとこからマネタイズ考えてみれば、失敗してもニート戻るだけ。いやだから出ていくって選択肢はないんだな。能力がねえんだよボケ。まあ普通に遺伝だろうな。三兄弟全員マジの小丸者の家庭知ってるけど、やっぱり両親とも軽度の小丸持ちだしな。ADHD なら 70% の確率で遺伝や、ググったらすぐ出るぞが丸字。危機感あるうちに家出てバイトでもした方がいいよ。三兄弟なのに、上兄貴知的で、他二人まともて米主はどの立場なんよ。父親でもないし、もしかして母親か？母親もパートやと書いてるし、こいつ何者や？一番上はニート、ニート、一番下もニート、ニート、間に挟まれニート、ニート、ニート三兄弟。兄弟の年齢把握してないのがリアル。三兄弟全員ニートだとさすがに親が悪いわ。二人社会人、一人ニートならそいつに原因があるが。今日ニュースになってた無職三兄弟ってもしかして、三人兄弟だと遺伝の可能性もあるんかな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無職オレスマン、10万貸してくれ、会社員とっも無理。今月から給料差し押さえ食らった。アホかよ。無職で借金ならわかるけど、会社員給料差し押さえまで借金しまくるとか無計画すぎるだろ。お前のせいや。俺は無理のない範囲で貸してくれっていつも言ってる。いつも言ってんじゃねえよカス。10万円打てるやん。そこから無理のない範囲で貸してくれるために金額調整する。調整するときの話し合い再現してみてや。例えばやで。とっも10万はさすがにきついわ、2万やな。Y 2万も貸してくれれば十分よ、すまんな。こんな感じや。それやと笑いどころなくない？なんで2万しか出せへんねんって大声でブチ切れた方がええんちゃうかな？貸してもらう立場で文句言えるはずないや。いや貸したくないんやろ。でもマジらしい。やばい二人でくさ。どうやって金返すんや？無論、面と向かってアホとか言ってないで。何税だからぼやいてるんや。収入あるから金借りれるんだぞ。返してくれる保証が確実にないやつに貸すアホがおるか。クソやな。金管理のできない友達は縁切った方がええで。無職言うても2年前まで働いてたで。その時はちゃんと貯金してたし、金借りることもなかった。今はニートだからしょうがない。仕事辞めた時と貯金使い果たすまでの面白いエピソードないん？おもろくないで。仕事辞めたらじりじり貯金なくなった感じ。競馬で負けたけど累計20万ほど。二度と関わるなって案に言われてるんやぞ。Y がアホなのは認めるけど、普通働いてたら借金なんてせんやろ。って話がしたいんやが。貸したくないだけやろそれ。普通に生きてたら無職にならないよね。普通じゃないからなんじゃ移民なんだぞ。トッモのすねまでかじるな。貸してもらう側が偉そうに言うな。なら働け。これイッチはそもそも返したことあるのかな？トッモは貸すのが嫌で言ってそうだよな。引き続き、ニート関連のすれを紹介するよ。地方31歳無職、家に Wi-Fi つけてくれない母親を丸買いしようとし逮捕。北海道札幌市で31歳無職の女が母親の首を絞め丸買いしようとしたとして逮捕されました。丸人未遂の疑いで逮捕されたのは、自称東京都に住む無職の31歳の女です。女は6月16日午後2時頃、札幌市東区の共同住宅の一室で、60代の母親の首を手や荷造り用のビニール紐で絞め丸買いしようとした疑いが持たれています。警察によりますと、女は母親の首を絞めたと自ら110番通報し、警察に実施したということです。母親の首は赤くなった程度で、怪我はありませんでした。警察の調べに女は、丸そうと思った。日頃の鬱憤が溜まり、突発的にやった。と容疑を認めています。女は4月上旬、北海道の方が新型コロナウイルスに感染しづらい可能性があるとして東京から実家に戻り、母親と暮らしていました。しかし実家には Wi-Fi の環境がなく、つけるように頼んでもつけてくれない。お金が大事で私のことを何も考えていない。母親は嘘をつくなどの不満があり、事件直前に口論になっていたということです。警察は女の責任能力を含め調べを進めています。北海道文化放送2020年6月17日。Wi-Fi 環境ないと辛いよな。なぜ働いて自分でつけないんだい？楽天アンリミテッドなら使い放題だったのに。
くれかないと無理じゃん。東京に住んでるのに事件は北海道？鬱憤溜まってるのは母親の方だろ。つかよく見たら自首してんのくさ。模範的鼓動ば。リアル南税民みたいなやつだな。東京と北海道どっちなんや。ポケット Wi-Fi でええやん。感染症にかかりづらいからって理由で北海道に帰ってるのもよくわからんわ。そもそも無職なのにどうやって暮らしてたんだ。4月まで仕事あったけどクビになったんじゃね。ずっと無職が東京に住み続けるのはさすがに無理やろ。なんで31歳無職が東京で生きてこれたんだよ。普通に考えて無職になったから帰ってきたんやろ。お前も Wi-Fi の電波妨害するためにアルミホイル巻いた方がええんちゃうか。仕送りしてもらっていた可能性もビレゾン。大学で上京したとかでさ。31なら自分で金出せや。ネットが命だからしゃあない。自分で携帯回線くらいつけろよ。楽天なら3000円もかからないだろうが。無職だから？楽天モバイル契約してルーター代わりにしろや。と思ったけど北海道範囲外なんやっけ。男かと思ったら犯人女か。まあこの自粛期間もネットなかったら生き地獄やったろうしな。自分の金で、Wi-Fi 機器買えよ。そんな高くないぞ。自分で買えや。実施ててくさ。本職の無職じゃないんでしょ。お前と同じく無職だろ。ニート働けよ。でもさ、31で自分で Wi-Fi つける程度の貯金もないて、本職無職と変わらんくないか。30過ぎの母親から生まれた子供って欠陥人間多いよね。使えない社員の母親の年齢聞いたらほとんどが高齢出産だったわ。いちいち年聞いてんの想像してくさ。実したってことは発作的に閉めた後で我に返ったんだろうな。南税民たちの未来じゃん。Wi-Fi は税民の命だもんな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 無職ニート、感染症対策に余念がない。相当な訓練を積んでいるため長期間外出禁止のストレス耐性あり。3ヶ月分の食料備蓄あり。室内でも運動できるようにホームジムあり。ばあちゃんの手作り布マスクは洗えば無限使用か。無敵ですまんな。敗北を知りたい。川越の事例も知らんかす。奴は家族との接触を見誤った。所詮参入よ。ウイルスより味方を警戒しろ。経済がダメになるのに必死に働いてる奴らどんな気持ち？最後のだけ心もとなくてくさ。ばあちゃんの悪口は NG。経済がダメとか言い回しがガチ無職っぽい。今後の参考にするからどういう言い回しがいいか教えてくれメンス。経済が打撃を受けるとか景気が悪くなるだろ。同じレベルでくさ。景気悪くなるのにええんか？やな。これでなんか働いてるっぽいこと言えるわ。3月、国は国の方針の模範である俺に何か送るべき。ちゃんと自粛してるぞ。ホームジム裏山。引きこもりになってから1年発起して始めたんやが3年でベンチ130キロ行けるようになったぜ。ネタにしても思んないで、君の人生。でもよくよく考えてみ。俺は安全な場所にいられて好きなことをできる。でも君はどや？男の嫉妬は見苦しいぜ。ストレスかけてる側だしな。やめろ。3ヶ月分はすげえな。めっちゃかさばるやん。うち冷蔵庫2台あってコストコで買いだめした肉が冷凍庫にびっしり。あとパスタとか米とかレトルトのやつとかいっぱいあるんや。それ全部がエッチのじゃなくて家族のもあるんじゃねえの。てか煽りとかじゃなくて少し外出できないくらいで反動でアミューズメントパークに行っちゃう家族とか見ると、Y は反動でどこまで行ってしまうんやろと思うよね。少なくとも海外とか？まだこうやってニートシャウトするやつはマシなんやないか。そのうち働けや。ほな。考えとくわ。いてら。散髪どうする？バリカン買おうかと思うんやが。1000円カットたまに行く。ワイもニートやけど今の時代に社畜やってたら不安で発狂してると思うわ。無職ニートで敗北してないとかどうなってんだ。都市型自給自足でええんか。アホの政府に従ってマジに外出自粛するやつは確かに敗北者やな。ニートっておばあちゃんと仲いいやつ多いよな。ニートではないが髪は自分で切る。まだまだ甘いなお主。南税民さんって親がいつまでも生きてると思ってそう。自分の失業対策もしろ無職。たかしは部屋で何してるのかねえ。あれ、で腫れ物扱いだろ。最初から引きこもってたくせに、引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y が働いてると思っててくさ、別のスレで、お前自分がいつリストラされるかわからないやと我のみだって理解してなさそう。って言われたんやけどさ、Y 無職やで。くさ。強い。無敵の人。これは気持ちがいい。肉を切らせて骨を断つ。クソ強メンタル見習いたい。中卒やでも好き。悲しい。これは鮮やかな勝利。プ、ちなみに Y は中卒やで、に通じるものがある。開き直っているだけでクソなのは変わらないんだよな。レスバのためならかりそめの尊厳すら放棄する。バーサーカーかな？草に草つけんな。レスバに勝って人生に負けてる。
ベスバ勝ってるか？何もかも負けてるやろ。近年稀に見る完封勝ちやな。失うものない奴は強いな。ジェイミンはこうじゃないとな。これ勝利じゃなくね？虚しさだけ残る気がするんやが。ノーガード戦法。この後 IBMIOKCR0 がなんと返そうが負けは覆らん鮮やかな勝利。こういう返しを愛も心がけたい。ニートやで。って返すことにする。無職はやっぱり強い。悲しい返しすぎて草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。 Y ニート、年金滞納額20万を突破。ちなみに貯金はまだ10万あるからギリギリセーフや。 Y も1円も払ったことないわ。無職なら全額免除申請制や。普通精神科行って年金もらう手続きするよね。無職ならすぐ審査みたいなん通るからちゃんと免除の手続きしとけ。でないと後々面倒やぞ。世帯分離してるなら、本人の年収が300万ぐらいなければ強制徴収はないぜ。免除の申請もしないとかただのアホやん。学生の頃無視してたら差し押さえるぞみたいな最速上来たわ。免除しても働き出したらその分払わなきゃいけないのが辛いところ。払わんでも将来もらえる金額が減るだけで問題ないぞ。貯金や資産が多くあって、不労所得年数百万でも無職なら免除や。Y は年収70万のフリーターやけど全額免除通ったで。役所行けや。事情話したらいろいろ聞いてくれるで。あっちとしては手続き中ブラリンになるんが何より嫌なんやから。少なくね。貯金ある時はちょっと払ってたからね。赤髪来る前に免除申請しとけ。財産差し押さえ来るぞ。Y は言うようにしかならんかったな。生きる予定ないのに払うとか実質税金やんけ。ニートなら収入なしで免除できるだろ。冗談抜きで免除申請しとけ。お前じゃなく家族に迷惑かかるから。